矢沢徹は、神奈川県横須賀市生まれのミュージシャン、フォークグループアリスのドラマー、柳谷金五郎に似ていたことから、金ちゃんの愛称で親しまれた。所属事務所はカロスエンターテイメント。中学2年でドラムを始め、1965年、ジャズトランペット奏者、中野明のバンドボーイに応募して採用され、高校を退学し上京。1966年、17歳のジャズドラマーとして、 デビュー。1968年、渡辺プロに所属し、ザピーナッツや布施明らのバックバンドを務めた。1970年、東京を拠点に活動するプロのソウルバンド、ブラウンライスのゲストドラマーだった矢沢は、1970年の米国ツアーにて、関西のフォークシンガーで、ロックキャンディーズの谷村真嗣と出会って、意気統合し、帰国後にはプロのフォークグループとして、 共に活動することを約束する。1971年12月25日に、谷村と堀内隆夫で、西新西橋2丁目にあるビジネスホテル、大阪帝国ホテルの一室にて、矢沢が合流することを前提に、アリスを結成。翌1972年3月5日、シングル、走っておいで恋人よでデビュー。同年5月5日、矢沢が正式に合流し、晴れて、 現在のアリスになった。デビュー当初のアリスは、商業的には泣かず飛ばずの低迷状態が続いていた。そのため、ドラムスの代わりに手軽に運べるコンガを持ち運びながら、メンバーとマネージャーだけで全国各地を回って、地道なステージをこなしていた。アリスの代表曲の多くでは、作詞を谷村、作曲を堀内と谷村、編曲を矢沢が担当している。しかし、アルバムには、 矢沢の作曲した曲も少なくなく、スタジオでは自作曲のボーカルも務めた。ライブではドラムスのみならず、ピアノの演奏を担当することもある。アリスでの活動後期、各メンバーがソロ活動を活発化させる中、矢沢も全曲オリジナルのソロアルバム、バラエティツアーをリリースした。1981年にアリスが解散した後、ジョン・スタンレイやサギス・シローと共に、 ユニット、ブレンドとして活動していた。ブレンド解散後、六本木にて、串焼きや人望町にて、ギターショップを経営しつつ、アリスの単発的な活動再開が3度あり、2000年、2005年、2009年には、NHK 紅白歌合戦にも出場している。また、2008年にリリースされた、谷村のソロアルバムでは、アリスの曲、明日への参加が、セルフカバーされており、 その録音に堀内と共に参加したことが、翌2009年の再活動につながった。2011年より、ギタリストの墨で勝則、滝友春と3人で、グループ、フクロウを結成、アリスの初期を彷彿させる、今ガのリズムで、サウンドの芯を支えている。ありがとうございます。